こんにちは、病院です。脱毛器15個持ち、日本一家庭用脱毛器に詳しい YouTuber です。家庭用脱毛器、サロン脱毛、医療脱毛、すべての経験者です。今回ですけれども、脱毛初心者の知らないとヤバいこと4選ということで、僕もね、今となっては当たり前の話なんですけど、最初の頃は全然知らなかったことをお話したいと思います。すでに脱毛を始めた人も、ホーム脱毛、医療脱毛、サロン脱毛、どれにしようかなって迷っている人も、こういう基礎知識を入れてるとね、損はないですよ。それでは早速行ってみよう。永久脱毛イコール永久に一本も入ってこない、違います。はい、これ脱毛初心者に非常によくある勘違いですね。どういうこと？永久脱毛の定義をみんな知らんのですよ。一言で言うと、永久脱毛って永久減毛なんですね。例えばこれね、脱毛を極める、美容皮膚科学の雑誌というか専門書、こんなに薄いのにね、4000円もするんですよ。だけ、これにも載っているんですけれども、つまり毛がかなり減った状態を、ずっと維持していることということです。医療脱毛をやったとしても毛が生えてくるということはあるんです。もちろん結果的にね、医療脱毛をやったらね、もうその後全然生えてこないよという人もね、中にはいると思います。でもね、永久に毛が生えてこないっていう証明はそもそもなされてないんですよ。だってね、日本で永久脱毛始まったのは1997年、安室奈美恵のキャンニューセレブレートが発売された年だ。その時にやった人でさえまだね、24年ぐらいしか経ってないんですよ。理論的には永久かもしれないけど、医療脱毛をやって40年生えてきてませんっていう人はね、地球上に存在しないんですよね。家庭用脱毛器で永久脱毛できる？できません。なぜか。それはね、日本の法律で決まってるからなんです。簡単に言うと、脱毛、永久脱毛っていうのは、毛の毛乳頭などの、毛の組織を破壊することなんですね。破壊する以上、それは医療行為であると、もう国が定めてるんですよ。つまり、毛の組織を破壊するような威力の高い機械は、医師がいる場所でないとやっちゃいけないです。これが法律。だから医師がいない普通のサロン脱毛とかもダメだし、家庭用脱毛器でも永久脱毛っていうのはそもそも言っちゃダメ。もうその言葉が出てる時点でも完全違法です。だからさ、みんなね、今なんかすごい有名人がさ、脱毛サロンとかよくやってるでしょ。あれマジやめた方がいいと思いますよ。僕は行くのはやるなら医療脱毛だって。だって永久脱毛じゃないんだから。でそのくせ高いじゃん。いやー、そんな払うんだったら医療脱毛でしょってね、僕思うんですけど。でサロン脱毛行くんだったら家庭用脱毛器だって、マジでね。でね、僕ね、思い出したんですよ。サロン脱毛ね、今まで行ったことない体でずーっとね、この動画の歴史話してたんですけど、なぜかというとね、行ったことを忘れてました。2013年から14年くらいにかけて、僕胸毛と乳輪の周り乳首毛かなを脱毛しに行ってたんですよ。そこだけで、年に5回かな、5回か6回で約7万くらい払って行ってました。で行ったことをね、忘れてるくらいだから、当然結果としてはね、もうご想像にお任せしますけど、そういうことです。脱毛行ったけど効果がない。ん？何かやったの？まだ1回だけど。おーまー、はい、脱毛1回で効果が出るってことはまずないです。ね、結構ね、家庭脱毛器の動画出してもね、1回で効果ないんですけどっていう人ね、多いんですよ、コメントもらうことがね。絶対ないです。絶対ありえない。理由はね、脱毛器を、例えばこういう脱毛器をこう当てた時に、そもそも反応しない毛があるからです。毛にはね、3つの周期があります。はい、毛を生産する成長期、毛の生産をやめてだんだん休止に入る退行期、毛を生産しない休止期で、このうち成長期の毛に当てないとあまり効果がないんですよ。でもさ、みんな分かんないでしょ、どの毛が成長期。例えばこのヒゲ、どの毛が成長期って分かります？このヒゲ全体が今成長期にあるとかいう話じゃないですよ。一本一本違うんです。この毛は成長期、この毛は退行期、見えなくなってるこの毛は休止期とか、そういう話です。だから混ざっちゃってるわけですよ。だから、一回で何回当てても意味なくて、期間をずらして当てないと、何ヶ月か経って成長期になるとか、そういう毛があるんです。で、そんな感じでみんなが脱毛しようとしている毛っていうのは、いろんな状態、周期がある毛なんだということをね、理解しておきましょう。家庭用脱毛器は手間や時間がかかるので良くない。はい、これね、医療脱毛とか、サロン脱毛推進派の人が必ず言うことです。実際僕も同じようなことね、実は思ってたんですけれども、もう今ならね、確実にこれノーと言えます。その理由は簡単で、医療脱毛とかも手間や時間がかかるからなんですよ。
いや当然ね、家庭脱毛器ね手間かかりますよ。なんか全身を10分でできるとかね、大嘘ついてるクソみたいな脱毛器もね中にはあるんですけれども、正直全身やろうと思ったらどんなに早くても最低30分は絶対かかります。まあ、っていうか30分で終わったら相当早い方、もうね奇跡的な条件が揃わないとそんなの実現できないと思います。でもね、いつでも好きな時にできるメリットがめちゃめちゃでかいって話なんです。はい、医療脱毛、いつでも行けません。予約するのがまずめんどくさいでしょ。で、予約が取れなかったら日程調整がめんどくさいでしょ。次、往復の交通時間とお金もかかるでしょ。で、脱毛の所要時間だけで言うと多分全身でも1時間くらいで終わると思うんですよ、おそらくね。でもね、休日もし行こうと思ったら多分往復でほとんどの人はプラス1時間以上かかりますよね。でね、まあ、好きな時間に予約取れるわけじゃないから、これやってみればわかるんですけど、特にね、僕みたいにデブ症の人はね、もう結構めんどくさいです。2ヶ月に1回とかでもめんどくさい。だってみんな忙しいでしょ？予定に開けたくないでしょ？なんか脱毛サロン通うみたいな。まあ、だからね、まあ、医療脱毛考えてる人は、もう絶対ね、その予約が取れやすいところかどうかっていうのは確認した方がいいと思う。で、予約が取れやすいところだったら、まあ、OK なんだけども、まあ、そうじゃないっていう場合はね、まあ、もうなんかよっぽどなんかもうガラ空きですよ、予定、みたいな人とか、まあ、外に出かけるのは億劫じゃない人、まあ、っていうのがね、いいと思います。あと、当然言えるのが、まあ、金銭的に余裕がある人。医療脱毛って、大抵5回とか6回のコースになってて、安ければ20万ぐらいのものもあるんだけれども、もうね、僕の知る限りよ、リアルの友達も何人にも聞きましたけど、5回、6回で終わってる人、僕一人も知りません。当然それは5回、6回で終われば、この言われている金額支払うだけで済むんだけど、それで済まないから、延長して、もう40万、50万払ってる人、ザラです。で、ちょっと前とかだと、普通に100万とかでも余裕で、まあ、今でもあるのかな、100万とかね。ちなみに、うちの嫁はね、100万以上は払ったと言ってます。まあ、こういう現実もあるということを分かった上でやらないと、5回終わったのに、まだ生えてくんじゃん、みたいなので、トラブルの元になるんで、そこはしっかりね、頭の中に入れときましょう。はい、ということでね、まあ、いろいろね、話してきました。まあ、なんか話の流れ的に僕はね、家庭脱毛器ばっかりね、お勧めしているように聞こえるかもしれないけど、全然そんなことないんですよ。脱毛にね、お金を投資すること自体僕はね、めちゃめちゃお勧めしているので、お金出せるんだったら医療脱毛の方がいいんですよ。その予定を入れるのがめんどくさいんだけど。でね、サロン脱毛だけはね、もう本当にね、もう、まあやりたきゃやったらっていう感じです、僕はね。僕の意見はね。まあ本当ね、マジでお金無駄にしたなってね、今思いますよ。うん。はい。でね、まあ金銭的にね、まあちょっと家庭脱毛検討したいかなという人はね、おすすめの脱毛器をね、知りたい方、用意してます。家庭脱毛器の効果がどうなのっていうことをね、知りたい人、用意してます。ぜひチェックしてみてね。はい、ということで今回は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。